修正能力が高い。あー大丈夫かこれ。山田テストじゃない？山田テストじゃん。なんかもうフォロースルーが山田テストやもん。なんか、ホームランの時の山田テストやもん。わかるもん。しっかり踏ん張って打つタイプの山田テストね。はいはい。わかるわかる。よくプロスピであるタイプの山田テストじゃなくてね、しっかり踏ん張るタイプのね、あるある。まずは岩崎さんよ。セットアッパーこの男、冷酷無比だね。感情は見せません。マウンドに上がったからにはポーカーフェイス岩崎。普段はね温厚な人なんですけどね、やっぱマウンドに上がったら、まあ、鉄仮面と呼ばれてるからね。俺が呼んでるだけだけど、リアルで何て言われてるかは知らないけど、これ幕張の鉄仮面。クソ弱そう。ほらね、これ3連続三振取っても岩崎は笑わない。ガッツポーズもしない。ただベンチに帰るだけ。それが当たり前だから。まあ絶不調じゃ無理だろうな。でもこれも扇の高志パワーを信じるしかねえな。まあこのままここもしっかりつないで得点に結ぶ。荻野隆パワー、荻野隆パワーやっぱ違うんだよね。やっぱりやっぱ神のご加護があるから。荻野隆はどんだけ衰えようと、どんだけ調子悪かろうと打つんだよな。さすが荻野隆だわ。